今回は人気歌手だったジェリー・藤ジさんについてご紹介したいと思います。ジェリー・藤ジさんは1940年6月26日生まれ、出身地は中国で、本名は藤尾茂木さんです。ジェリーさんの父親は NHK の元アナウンサーで、母親はイギリス国籍の オリビア・ヒース・ゴンザレスさん。当時の中華民国の上海で誕生し、終戦後、家族で日本に戻ってきました。母親の影響からか、幼い頃から英語のみで生活しており、日本語が喋れなかったジェリーさん。その西洋的な見た目も相まって、母親と共に、 激しい差別を受けました。そのせいで、母親であるオリビアさんはストレスを抱え、アルコールに依存するようになってしまったそうです。そして、ジェリーさんが中学1年生の時、学校から帰宅すると、家でウイスキーの瓶を握ったまま亡くなっている母親を発見しました。 まだ若いジェリーさんにとってはとても辛い体験だったでしょう。さらに父親も妻が亡くなったショックから家庭をおろそかにするようになり、さらにショックを受けたジェリーさんは家出をし、新宿などの繁華街で荒れた生活を送るようになります。一時は不良少年、少女の一体である、 グレン隊、賛成会の用心棒を務めていたこともあったそうです。しかし、ジェリーさんは、そんな荒れた生活の中でも音楽と出会い、音楽の道を志すようになります。ジェリーさんが17歳の時、ジャズ喫茶で働いていると、エルビス・プレスリーのハウンドドッグを歌っている姿がスカウトの目に留まり、 マナセプロダクションでデビューすることが決まりました。芸名であるジェリー・フジオは、アメリカの喜劇俳優であるジェリー・ルイスにあやかって名付けられました。翌年の1958年には、水原博とブルーソックスのボーカルとして、日劇ウエスタン・カーニバルで舞台デビューすると、 1961年に悲しきインディアンでレコードデビューを果たします。翌年には当時 NHK の人気番組だった夢で会いましょうに出演すると、今月の歌として採用されたシングル、遠くへ行きたいが大ヒットし、一躍人気者になりました。デビューからすごい勢いで、 人気を集めていったんですね。その後も歌手としてヒット曲を続々排出していきながら、俳優としても黒沢明監督の映画、用心棒に出演するなど、映画、ドラマと活躍の場を広げていきます。喧嘩が強く、多くの武勇伝が語り継がれているジェリーさんについて、こんなエピソードがあります。 マネージャーたちと三人でクラブで飲んでいると、突然若い男に呼び出され、数十メートル先に連れて行かれ、ナイフで切りつけられたジェリーさん。この時、ジェリーさんはとっさに素手で反撃し、相手に全治10日間の怪我を負わせました。ナイフを持っている相手に素手で反撃したジェリーさん。 すごすぎますよね。ちなみにこの時、ジェリーさん自身も全治2週間の怪我を負っています。そんなジェリーさんですが、プライベートでは人気絶頂だった1964年にアイドル歌手だった渡辺智子さんと結婚しています。当時、まだ二十歳だった渡辺さんとの 詳しい慣れ染めは分かっていませんが、二人は同じ芸能事務所で活動していたことから、仲が深まっていったようです。渡辺さんは結婚を機に芸能界を引退し、主婦業に専念していましたが、家族でのバラエティ番組の出演などをきっかけに芸能界に復帰しています。二人の間には、 娘が二人いて、長女がミキさん、次女がアキさんで、二人とも芸能界で活動していましたが、現在は引退しています。家族での CM やテレビ出演が多かったことから、ジェリーさんは世間から優しいパパのイメージを持たれていたようです。しかし、結婚から約20年経った、 1985年頃には、ジェリーさんと渡辺さんの不仲が噂されるようになりました。別居生活などが噂されるようになると、マスコミの取材に対して、二人とも最初は否定していたものの、渡辺さんの家出が公になると、翌年に離婚しています。この離婚の原因について、 渡辺さんはマスコミに対し、ジェリーさんが酒に依存していて、時々暴力を振るっていた。渡辺さんの両親とジェリーさんが不仲だった。ジェリーさんの収入が激減した、などと説明したため、マスコミは渡辺さんに同情し、ジェリーさんのことを批判しました。世間も、 渡辺さんの味方をするようになり、ジェリーさんは最低な夫というイメージがついてしまい、彼の仕事はさらに激減。二人の娘は当然渡辺さんが引き取ると思われていましたが、娘たち自ら書類の親権者の欄にはジェリーさんの名前を記載したそうです。実は、 ジェリーさんばかりパッシングされている状況に耐えきれなかった次女のアキさんは友人にパパばっかりかわいそうと話していたと言います一旦は落ち着いた離婚騒動ですが4年後に渡辺さんがジェリーさんに2億円の一車両を請求したことで再び再燃しましたこれに対し今度は 長女のミキさんが、父が許しても私はまだ許せないと男性の実名を公表し、渡辺さんが実は不倫していたことを暴露しました。本当の離婚理由は渡辺さん側にあったということですね。一時は世間から大バッシングを受けていたジェリーさん。 娘さんたちが味方でいてくれて本当に良かったですね。その後、ジェリーさんは一人で娘たちを育て上げ、晩年は五人の孫に恵まれました。2016年に出演した徹子の部屋では、スタジオに次女のアキさんと孫とひ孫の姿もあったようです。優しい父であり、 優しいおじいちゃんだったようですね。二人の娘が嫁いでしばらくした後、面倒を見てもらうつもりはないと、自ら千葉県にある老人ホームに入居していたジェリーさんですが、その後、横浜市内に住んでいた次女アキさんと一緒に生活していました。もともとヘビースモーカーだったジェリーさんは、 慢性閉塞性肺疾患という病気を抱えており、これを原因とする肺炎で、2021年8月に亡くなりました。亡くなる直前には、ジェリーさん自ら、渡辺さんに会いたいと言い、娘を通して連絡を取り、二人は再会し、仲直りをしていたようです。二人の娘に愛されて、 元妻とも仲直りできて、幸せな最後だったかもしれませんね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。